この間もね、だからもうこれも言われたのが、うん、テレビにね、はい、結構なメジャーなテレビですよ、はい、スポーツ選手が出る、はい、あのまあ、JB のトップ選手と、はい、まあ、ちょっと、まあ、そっち系かなっていう方がね、はい、あの一緒に出てたんですよ、はい、で他のゲストはやっぱりそれぞれの世界のなんか、まあ、トップ選手なんですよね、はい、プロスポーツ選手であったり、はい、あの違和感すごかったですね、やっぱり。なんか、まあ、もちろんその多分他の競技やってる方たちは純粋な目で見るわけですよね、はい、ただすごい体っていうところですけど、はい、まさかそんな風だとは思わないじゃないですか。でもこの業界ってそれがあるわけ で、はい、でその見てる僕が実際テレビを見たやつ、その画像は見ましたけど、はい、一緒に並んでるね、はい、いろんな人とね、はい、まあ、違和感すごいですね、うん、これその他の競技やってる選手たちが知ったらどう思うんかなと思って。その出てた JBBF の人、みんなに言ったらよかったんじゃないですか。それ言わないでしょ。言わないでしょ。僕的にはもし自分がその地形の人間でね、はい、そこに招待されたとしたら、はい、ちょっと出れないですよね、うん、出ないと。僕はやっぱちょっと違うんでみたいな感じにすると思うんですけどね、はい、まああれですね、なんかはっきり名前も出せないわ、はい、グダグダですね、このトーク。そうです。オンエアされる。え？オンエアされる。こういうのはもうあれですね、ほんとめんどくさいですね、こういうのね、なんかね。じゃあ言っちゃったらいいんだよ。言えないので、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。